皆さんこんにちは。今日は特定技能外食業の試験をしてみましょう。試験問題を読んで、質問の選択の中から答えを一つ選んで、列紙のマークシートに答えとなる番号のところを塗りつぶしなさい。問題12、次の野菜の中で根菜類はどれですか？正しいものを一つ選びなさい。1、ネギ。2、かぼちゃ。3、人参。では答えるはどれですか？考えてください。ではこちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。